関連質疑を許します。西田昌司君。はい、西田昌司君。はい、委員長。ですね、私は先日から報道されています前原大臣、そして野田大臣、蓮舫大臣のですね、政治資金のこの問題についてまず お尋ねしたいと思います。報道されてます事実関係について、それぞれ前原大臣、野田大臣、蓮舫大臣からご説明いただきたいと思います。前原外務大臣。どの報道でございましょうか。西田昌司君。どういう報道だろうかという質問自体、私びっくりするんですけれども、あなたは昨日記者会見されましたね。弁明されたんじゃないですか。そのことです。前原外務大臣。その報道につきましては、私がパーティー券を売った先のご記入がございまして、それについて訂正をしたということと、関係各位にお詫び、ご迷惑をおかけをしたことについて、お詫びを申し上げたということでございます。野田大臣。私については、平成19年の6月に政治資金パーティーを行った際、それ以前に脱税をした法人の関連会社からパーティー券の購入を受けていたと、そういう報道がございました。それを踏まえて、事実関係を確認をさせていただきましたけれども、関連会社2社からそれぞれ40万円ずつのパーティー券の購入を受けていたことが確認をされました。当時は善意でパーティー券の購入をしていただいたという認識でありましたけれども、それに基づいて法令に基づき適正に政治資金収支報告書に記載をさせていただきましたが、後からこういう指摘を受けまして、脱税をしていた法人から直接パーティー券を購入したわけではありませんが、関連会社から購入していたわけでありまして、そういう意味からも速やかに返還をしなければいけないということで、早速対応させていただきまして、本日2社に対して全額返還をさせていただきました。蓮舫大臣。お答えいたします。一部報道を受けまして事実関係を調べました。平成19年2007年6月1日ですが、株式会社メディア不動産開発という企業から120万の寄付を受けておりました。で、寄付を受けるときには法律にのっとって禁止されている企業ではないことは確認をしましたが、報道にあったように過去脱税を受けた企業との関連を弁護士に依頼をして調べたところ、関連があることが分かりましたので、速やかに返還手続きを道義的観点から取らせていただいたところです。西田昌司君。そこでね、ちょっとお聞きしてるんですが、はい、まずね、野田大臣のこの資料ありますけれども、ここに書いてあるグレイブと書いてあるんですね。グレイブ。そして、前原大臣のところではですね、クレイブなんですね。これ同じ会社だと思うんですけれども、どちらかが間違ってるんですけれども、どうなんでしょう。これはどちらの間違いですか。前原大臣。調べてお答えをしたいと思います。西田昌司君。いや、私から調べた結果言いますとね、要するにグレイブという会社はないんで、クレイブなんです。野田大臣、あなたのもらった会社はクレイブです。東本で調べました。そしてあなたのですね、収支報告書に出ているですね、ここ名前消しましたが、 S 氏ですね。 S 氏というのはこのクレイブとかメディア不動産開発のどういう方なんでしょう。野田大臣。会社関係の詳しい事情はよく分かりませんが、実質的にオーナーだったという報道は見ています。西田昌司君。いや、どういう方だったかよく分からないんですか。野田大臣。多分何人かの集まりの中でお会いはしていると思います。で、私の
秘書が名刺交換をしたと私は聞いています。その中で19年の6月に政治資金パーティーやるときにさまざまな法人にお願いを言って、でそういう中でこういう形でご協力をいただいたということで、直接的にお名前とか顔が私は一致するという形ではございません。西田昌司君、だから S 氏とは野田大臣は面識ないということですか。野田大臣、いや会ったことはあると思うんです。会ったことは複数名いる中でいらっしゃった方だろうと思いますし、いやだからそこに随行してた秘書が名刺交換しているということですから会ってはいるということだと思います。西田昌司君、そもそも誰にご紹介されたんですか。この方自身ですか。2、30人いる懇親会の中で、地域経済のいろいろ名刺みたいな方がたくさんいらっしゃいましたけど、その中でいろいろ名刺交換とか握手をしたりとかという中でお会いしたというふうに承知しています。西田昌司君、昨日の前原大臣のですね、記者会見等によりますと、何か前原大臣が紹介したような形で報道されてますが、違うんですか。野田財務大臣、このいわゆる当該企業 の、 代表者の方ではなくて、直接ご紹介ではなくて、懇親会を主催をされている方をご紹介をいただくというか、顔を出さないかと言われて行った中にいらっしゃった方だというふうに思います。西田昌司君、はい、なぜこういうことを聞くかと言いますとね、今クレイブとメディア不動産開発言いましたね。これクレイブが正しいんですが、それでこの答案を調べますとね、この S 氏という方は役人にも何も載ってないんですよ。わかります。あなたがもらわれた、一体誰からもらわれて、今返金したと言われたんですけども、誰に返金するんですか。野田外務大臣、返金は株式会社メディア不動産開発、そしてクレイブじゃなくてクレイブですか、こちらの方に行ってお渡しをしてきたということでございます。それぞれの会社の担当者に直接お渡ししてきたと報告を受けています。西田昌司君、いやしかしあなたがもらわれたのは S 氏ですよ。 S 氏からもらったとおっしゃったじゃないですか。おかしいじゃないですか。野田財務大臣、個人じゃなくてですね、それぞれの法人でありまして、法人の担当者とお会いしていただいて、で法人の担当者にお返しをしてきたということでございます。西田昌司君、いやだから代表者のがですね、代表者の名前を書くようになってるんですよ。代表者にそういうことはおられないし、役人にもおられないということをおっしゃってる、申し上げてるんですよ。虚偽記載じゃないかということなんですよ。野田財務大臣、それはちょっと事実関係を調べないと分かりません、うん、西田昌司君、あなた方ね、大きな問題になってるのにそういうことも調べてないんですか。一体これだけ大きなお金ですよ。パーティー券普通2万円、それ何十万もらってですよ、ね、間違った記述はするわ、誰からもらったかもわからない、とんでもないじゃないですか。財務大臣ですよ、あなたは。人から税を徴収する側の人間なんですよ。ちょっと態度がですね、おかしいんじゃないですか。野田財務大臣、先ほど申し上げました通りですね、いわゆる一般的な外国法人だとか、赤字を続けている法人等については気をつけますけれども、脱税をしたことがあったかどうかとか含めて、そこまでは確認ができなかったということでございますし、いずれにしてもその代表者の氏名とは事実関係をよく調べてみたいと思います。西田昌司君、それとですね、それじゃあその代表者はですね、どういう形で書いたのか、それとね、もう一つ言っておきますと、この S 氏の名前、これ名前伏せてますが、こういう名前の方もいわゆるグループの方にはおられないんです。名前が違うんですよ。だから非常に怪しい、虚偽記載をしている可能性があると私は指摘したいと思います。調べていただけますか。野田財務大臣、全く虚偽をするつもりは全くないはずでありますし、適正に処理をしたという上で公開をしているはずでございますので、調べては見ますけれども、全くそういう意図はあるはずがありません。西田昌司君、はい、それで蓮舫大臣にお伺いします。蓮舫大臣の、ね、資金収支報告書、ここはメディア不動産開発というところから120万もらっておられて、ここ代表者 T 氏なんですよ。でこの T 氏というのが蓮舫さんがおっしゃった正しい代表者なんです。で蓮舫さんは T 氏、あなたが S 氏になってるから、これおかしいんですね。それで蓮舫さんってこの T 氏という方とはどういうご関係ですか。蓮舫大臣、
ある会合といいますか会食の席で同席させていただいてご紹介をいただきました。そこで名刺交換をさせていただいた関係でございます。西田昌司君。今周り方見てますが名刺交換で120万というのは普通考えられないんですが、あなたのお取引ご紹介はそういうケースが多いんですか？蓮舫大臣。お答えいたします。取引という考えはないんですけれども、基本的にはこのケース120万というのは私の政治活動寄付をいただいた方の中では多いと思っております。ただやはり善意の寄付だと認識しておりましたので、私がチェックをするのは、法律で禁止をされている赤字が続いているとか、あるいは外国人企業であるとか国や地方から補助金を受けていない、こういう部分のチェックはさせていただいております。西田昌司君。じゃあこの T 氏もご存知なんですが、この実質的オーナーだと先ほど野田大臣おっしゃったんですね。 S 氏はご存知ですか？蓮舫大臣。今回の一連の報道を受けて、私どもの名簿も含めて自分の記憶も含めて全部分かる限りで調べました。でおっしゃっている、方というのは私もお会いして面識は持っております。ただその方が私が研究をいただいたこの企業と関係があったかどうかというのは私は全く知りませんでした。西田昌司君。野田大臣は、この先ほどの2社はですね、実質 S 氏の有認識で研究を受けられたとおっしゃいました。で蓮舫大臣は T 氏からもらったと、こういうことで S 氏とは知らなかったと、そういうことでよろしいですか？蓮舫大臣。そのような認識です。西田昌司君。それじゃあ前原大臣にお聞きしますね。で、前原大臣は、この21とクレイブから50万なんですね。でこれは、21がですね全然違う企業だったんですね。もう少し、ね、丁寧に何をどう間違ったのかね、はっきり教えてくださいよ。前原大臣。会計責任者が通帳を見まして、その会社の名前、振込先の会社の名前が私どもの事務所の名簿にございませんでした。名簿になかったがためにインターネットで検索をすると、いくつかの会社が複数出てきて、そしてその住所と代表者を書いたということでございまして、この代表者とまた住所もテレコといいますが違うところであったということで、事務所からお詫びの手紙を出したところでございます。それから政治、その報告書については訂正をさせていただきました。西田昌司君。だからその実際には誰からもらったことになるんですか？前原外務大臣。私はそのいわゆる今議論になっている S さんとは面識がございますので、 S さんにお願いをして、そして、パーティー券を買っていただいたということでございます。西田昌司君。はい。それで下のもう一つのクレイブというところは、W 氏になってますね。 W 氏はよく存じですか？前原外務大臣。存じ上げております。西田昌司君。それで上の、21は、実際には S 氏からのものだという認識でおられると。で下の、このクレイブは誰からのものだ、これも S 氏ですか？前原外務大臣。私がお願いに上がりましたのは S さんでございます。西田昌司君。 S 氏とはですね、この随分親しいお付き合いされているようなんですが、どういうお付き合いでしょう？前原外務大臣。おそらく今から 6,7 年前だと思いますけれども、先ほど野田大臣から ある会合を中心的にやっておられる方から紹介を受けて、何度かお会いをしたことがございます。西田昌司君。その時そのお方はどういう印象で大臣は受けておられました？前原外務大臣。